I'm gonna get your numbers back. We'll go home. ただ仕掛ける。確かに危険を避け、安全にコツコツコインを集めるという手もある。一見正しいように思えるけど、それは不正解。そんなことしてたら、誰かが先に必要枚数のコインを集めて力を手に入れてしまう。リスクを恐れていたら手遅れになってしまう。ここでの正解はリスクの中に踏み込むこと。大きい。僕よりもずっと。それに、なんだあの手は。あんなので攻撃されたら。初めてだ、敵の方から姿を現したのは。敵。今まで何度か収集者らしい気配は感じたが、皆私の姿を見ると逃げていった。別に敵ってわけじゃないわ。あなたと話がしたいだけ。その声、お前は女か。そうか、残念だ。いや、贅沢は言えないな。そっちも一人？うまい。一人だと思わせたのか。話とはコインのことだろう。だがあいにく、私はコインについてあまり詳しくない。それは私も同じよ。だから協力を。私はコインを探しに来たのではない。強くなりたいと願い、宇宙人にこの力をもらった。だが、いざ使ってみると、この力、相手が普通の人間では弱すぎて、今一つ実感ができなかった。私は自分がどれだけ強いのか知りたい。宇宙人に聞いた。ここに来れば、私と同じ収集者に会えると。正直女と戦うのは気が引けるが、背に腹は変えられない。悪いが、手合わせ願いたい。ちょっと相手を間違ったかも。バカ秀一。いい感じだ。今の一撃、普通の人間であれば即死するほどの威力だったはず。だが、私は耐えた。一つ答えが出た。なんて力。ダメだ。押しつぶされ。秀一、もういいわ。あとは私がやる。クレア。手応え、今度は完璧に。参ったわね。相手がちょっとヤバすぎたかも。最初に戦ったあの女を基準に他の化け物の強さを予測してたけど、もしこの山にこんな奴がゴロゴロいるんだとしたら、あいつみたいな。クレア、こんなところでやられるわけには。もういいんじゃない。大体分かったでしょ。あんたの方が圧倒的に強いわ。けど私はあんたと戦いに来たんじゃないの。コインか。それを手に入れてどうする。別にどうもしないわ。けど、そんなとんでもない力、危険な奴の手に渡ったら何に使われるかわからないでしょ。だからできるだけ情報を共有して。なるほど。ではお前が危険人物ではないという保証は。コインを集める者、
力を求める者は皆そう考える。自分以外は全て敵だと。ここはそういう場所だ。だから私はここに来た。残念だわ。お友達になれると思ったのに。周一、いいわね。大丈夫。覚悟は決めてきた。この山に入った時から避けられない戦いは必ずあると。その時は迷わず。また一つ答えが出た。私の肉体は銃弾にも耐えうると。まあ片腕は貫通してしまったが、その銃もただの銃ではないのだろう。狙いに関してはある程度予測したので反応できた。多少のブレはあったが、お前なら必ず命を取りに来てくれると信じていた。礼を言う。私の名前は三部忠則、山北大学2年。いいの？自分の正体は。これは私なりの一方的な礼儀だ。命を懸けた戦いに応じてくれたお前への。では今度は私の番だ。強さに憧れ、さまざまな武道を学んだ。だが武道とはもともと人間が人間の体で使うもの。この体では具合が悪い。なんだあの構えは。それで自分なりの武道というのを考えた。まだ未完成で不格好だが、見てはくれないか。これはやばい。やはりまだ未完成。威力だけではダメだ。実戦で使うには正確さも必要。また一つ答えが出た。だがそれなりの手応えはあった。そう遠くへは逃げられないはず。隠れてないで出てこい。まだ決着はついていないぞ。仕方ない。少し手荒だが。何をしている。まさか今さら力比べでもしようというのか。私をバカにするな。単純な力の差などもう見えたはず。それとも今さら命を懸けた勝負が怖くなったか。お前には落胆した。死ね。あんたがね。誰だあの女は。どこから現れた。あんたの負けよ。仲間が隠れていた。いや違う、この声はさっきまで話していた声と同じ。では今私の前にいるのは。面白い。本人の理解も納得も関係なく一瞬で形勢が変わる。命のやり取りとはこういうものなのだろうな。思ったよりもチャラが強い。振りほどくより先に、おそらくはあの女がこれを操っているのか。負けを認めろ。は？僕は人殺しなんか。周一！違う、二人いる。目の前にいるのが変身した収集者だとしたら、あの女は。聞いていいか。ダメよ。もしあの女がただの人間だとしたら、
私の腕を貫通するほどの銃、そんなものを生身で使えば。分かっているのか。そうか。いいだろう。私の負けだ。